おはようございます。こんにちは。こんばんは。塾長です。9月14日火曜日は、セプテンバーバレンタイン。2月の14日がバレンタインデーだと。で、3月14日ホワイトデー。で、ホワイトデーとかで付き合い始めてみたものの、なんかやっぱりちょっと違うなっていうんで、じゃあ別れましょうっていうのが半年ぐらい経ったのがちょうどいいかなっていう風にして置かれた日がセプテンバーバレンタインだと。いい迷惑な日ですね。はい。このセプテンバーバレンタインにはルールがどうも3つあるらしいんですよね。1つ、紫色のものを身につける。2つ、白いマニキュアを塗る。そして3つ、緑色のインクを使って別れましょうっていうお手紙を書いて直接手渡す。なんじゃそりゃって感じですけどね。はい。こういうルールを使って、別れ話をしましょうっていうことを、ラジオで、パックインミュージックっていう TBS で夜中、TBS ラジオの夜中の1時から3時にやっている伝説的な番組があって、1982年までに15年間やってたっていうんですよね。さすがに私その時は小学生なので、聞いてないんですけれど。確かにTBS ラジオを聞いてるとですね、その総集編とかが傑作集みたいなものを DVD で販売してますよ。CD かな？DVD のわけないね。CD でね、販売してますよみたいなのが、こう、あったり。ね、するんで、私声は聞いたことがあるんですが、その木曜日の担当をしていた白石冬美さん、ちゃこちゃんですね、ちゃこちゃんの名言です。とにかくのりしろがないとダメだ。私ね、このね、ちゃこちゃんの声すごく好きですね。そのラジオで聞いたことがあります。で、実際皆さんも、我々世代の人からしてみると、これね、パタリロの人です。パタリロあの声の人ね。ラジオで聞くとですね、もうその本当に聞こえがいいというか、可愛い声してますよね。笑い声もすごく可愛い。今、同じような感じの笑い声の人、TBS だと、富山恵里さんとか、私声好きですね。もう声で惹かれちゃいます。もうああいう風にもうね、もういつまでも声聞いて、ラジオ聞いてたいなっていう風に思う感じの、ね、ちゃこちゃんもそういう感じです。で、野沢なちさんと、白石冬美さん、なっちゃこコンビ、なっちゃこパックって言われてたんですってね。で、それでまあ、このセプテンバーバレンタインを紹介したっていう風に言われてるんだそうです。で、その、ちゃこちゃんが、初代の怪物くんの声もやってるんですって。で、私は初代怪物くんの頃見てないんです。白黒放送の時の怪物くんの担当。で、これカラーになってもう一回復活するって言った時に、ちゃこちゃんはやっぱりその怪物くんの声をやりたかったんですって。だけど、テレビの流れというか、まあそういうなんかいろんなつったもんであって、結局担当することは、野沢雅子さんですね。あれですよ、孫悟空の声ですよね。おなじみのあの声です。で、やることができなかったと。で、野沢雅子さんも、思い出のある役とかが、他の人に変わっちゃったっていう経験とかがあったりとかして、だからその、ちゃこちゃんの気持ちがすごくよくわかるっていう風にして、楽屋にね、その自分が役を横取りしちゃったってことで謝りに行ったりとか、そういうエピソードもあったりとかするみたいなんですけれども、まあ、その落ち込むっていうか、そのなんか、その自分がね、やりたく、思い出があるっていう役ができなかった時とか、その、まあ、後輩の指導をする時にね、その自分も学ぶ立場なのに後輩にその指導をすることなんかできないとかっていう風に思ったりとかするっていう風に、なんかモヤモヤがあったり、うまくいかない、もう自分の中でもうなんですかね、ギリギリのところまで、もうギリギリ、私の限界のギリギリっていう風に感じる時に、のりしろっていう風につぶやくんだそうです。とにかくのりしろがないとダメだから、自分の中にのりしろっていうことで自分にのりしろを作るんですって。で、だからそののりしろがあれば、自分がなんかそういうような新しく対応しなきゃいけないことが起こった時に、そこに貼り付けることができるでしょ。のりしろって言うんですって。そうすると、その自分の限界と思っているものを、まあ、超えることができるっていう意識を、ちゃこちゃんはこう持つことができるというふうに思ったわけですね。まあ、そういうなんか怪談がですね、ネットで転がっておりまして、あ、これはでも素敵なことだなと。で、我々もなんかほら、思いがけないこととか、もうなんかやることがいっぱいあって、もうアップアップになることってどうしてもあるじゃないですか。まあ、言った時にね、私もね、これね、のりしろっていうふうにちょっと言おうかなというふうに思いました。はい、そんな素敵な名言でしたので、今日は皆さんにそれを紹介いたしました。はい、今日はここまでにしたいと思います。皆さん、またね。